ました。オールバニーからの引き上げは敗北を意味していました。人々は勝利が欲しかった。キング牧師はこの時期少々イメージが悪くなっていました。そこで私は提案しました。バーミンガハムへ来てください。この運動はきっと全国を揺るがしますと。キング牧師は提案を受け入れました。その頃バーミンガハムでは過激な差別政策を取るコナー所長をはじめとする市の執行部を排除する運動が進められていました。コナーは市長に立候補しますが、1963年4月2日あえなく落選しました。翌日プロジェクト C が始まります。 C は対決を意味していました。座り込みをすることになりましたが、オールバニーでの教訓を生かして3つの店に目標を絞りました。本部の第16番通りバプティスト教会から店まで、若者なら歩いて何分か、年寄りならどうかといったことも調べて、一番いいルートを選んでおきました。こっそりと3つの店を訪ねて、カウンターの椅子の数やテーブルの数も数え、綿密に計画を練りました。初日、21人の座り込み参加者が逮捕されました。その日、バーミンガハムでもう一つ問題が起こりました。市の旧執行部が新しい執行部を認めないと宣言したのです。我々が市長に宣誓した日、バーミンガハムには2人の市長と2つの執行部ができていました。しかもキング牧師は通りで行進を始めていました。キング牧師にはがっかりしました。我々に問題を解決させてくれなかったからです。我々はコナー所長のリコールを成立させていましたし、市長選でも彼を落選させました。そのまま我々に任せてほしかったんです。連邦政府もこの抗議行動の時期が適切でないと考えていました。4月10日、州の裁判所からデモの中止命令が出されました。キング牧師はバーミンガハムの運動がオールバニーの二の舞になることを恐れていました。およそ5、600人が留置場にいましたが、資金が底をつき保釈することもできませんでした。しかも実業界や白人の牧師たちから町を出て行けと圧力を受けました。我々は途方に暮れてしまいました。ガストン・モーテルの30号の部屋でマーチンは無言のまま座っていました。しばらくして彼は立ち上がると寝室へ行き、ジーンズとジャケットに着替えてきました。そしてこう言ったんです。どうしたらいいか僕には分からない。でもバーミンガハムが変わらなければならないことは確かだ。留置場にいる人たちを保釈する金はないけど、僕が一緒に留置場に入ることはできる。彼は後先顧みずに部屋を出るとデモ隊を先導して留置場へ向かったんです。あの時彼は真の指導者になったんです。
地元の白人牧師はキング牧師のやり方を非難しました。牧師たちは新聞紙上でマーチンのことをトラブルメーカーだと非難しました。有名になりたいために問題を起こしているというんです。マーチンは独房に入れられていて紙も持っていなかったので新聞の広告ページの余白に返事を書き始めました。I have yet to engage in a direct action campaign that was well timed in the view of those who have not suffered unduly from the disease of segregation. For years now I have heard the word wait. It rings in the ear of every Negro with piercing familiarity. This wait has almost always meant never.We must come to see with one of our distinguished jurists that justice too long delayed is justice denied. 逮捕の8日後、キング牧師は保釈を受け入れます。プロジェクト C の次の段階を計画するためでした。しかし、この計画は賛否を激しく分けることになります。黒人の子どもたちを運動に巻き込んだんです。学校から生徒を連れ出して行進させていたがそこまですることはなかったと思う。大人たちには生計を立てなければならないという責任があった。だが子どもたちにはそれがなかった。しかも子どもたちを逮捕しなければならないような事態に発展すれば市にも圧力をかけられる。だから子どもたちをデモに参加させることにしたんです。その日が終わるまでに700人もの子どもたちが逮捕されました。翌日1000人以上の生徒たちが学校を休んで第16番通りバプティスト教会に集まってきました。もちろん行進をするためです。コナー所長は生徒が行進を始めないうちに阻止しようと警察犬を連れてやってきました。次は消防隊です。コナーの命令で消防隊は子どもたちめがけて一斉に放水を始めました。水圧は木の皮を剥いでしまうほど凄まじいものでした。コナーは町中をパトロールしデモ隊を見つけるたびに放水で阻止していきます。公園の木の陰に隠れる子もいればわざと放水車の前で飛び跳ねる子もいました。ニュースでこの事件を知った国民は大きく動揺します。And it was a masterpiece
運動の目的を国中の人々に知らせるためにうまくマスコミを使ったケースでした。当時全国のニュースの時間はたった15分しかありませんでした。それが町の一区画を更新しただけでアメリカ中の全てのニュース番組に登場する事件になったのです。バーミンガハムでの事件は世界各国の新聞に写真入りで掲載されました。ソビエトのプラウダには黒人の子供を脅している警官の漫画が載ります。しかしウォレス知事は世界の世論の動向など一切お構いなしでした。And whenever they start rejecting 25 cents of each dollar foreign aid money that we send to them, then I'll be concerned about their attitude toward us. But until they reject that 25 cents out of each dollar that Southern taxpayers pay for foreign aid to these countries, I will never be concerned about their attitude. In the first place, the average man in Africa and Asia doesn't even know where he is, much less where Alabama is. 3日目になると警察犬と放水に対して怒りをあらわにする人々も現れ始めます。暴動になりそうな気配を察してジェームズ・ベベルは警官のマイクを借りました。マイクを借りるとこう言いました。暴力を使うやつは運動に参加させないぞ。なんとも妙な具合でした。私は警官の肩に手をかけ警官のマイクから命令を出していたんです。まともでは考えられないことでしたが、あの時は今にも暴動が起きそうで切羽詰まった状態でした。もし暴動が起きれば運動は中断されてしまうでしょう。それだけは避けたいと思ったんです。子供たちの行進は5日目に入りました。黒人コメディアンのディック・グレゴリーがバーミンガハムを訪れ子供たちの行進に加わります。そして何百人という子供たちと一緒に彼も逮捕されました。街の中を行進する子供たちに再び消火ホースが向けられます。逃げる場所も隠れる木陰もない街の中で子供たちは水圧をもろに受けることになります。この日2500人のデモ隊が逮捕されます。そのうちの2000人が子供でした。